津軽省は、江戸時代後期の広崎藩の四次。官位は、十四位下。字は、厚京狂和堂。津軽家一門、津軽百女家の津軽順長の長男として誕生。幼名は竹之助。室は鶴姫。言名付けは、津軽順将娘、爪姫。本家広崎藩十一代藩主、津軽順将の仮養子となり、校歌四年に元服して、 正式に順将の婿養子となり、その返記を受けて、将、と名乗る。加盟6年11月に、1五位下、大墨守るとなり、安政元年に十四位下に除され、後継者として十二代藩主になることを嘱望されたが、18歳で、病没した。法号は有効因伝。絵に才能があり、墨絵が残っている。昭和十九年八月三日、 母大寺長勝寺の墓地移転で、地下7メートルの場所に、茶柄が敷き詰められた座間に土葬されており、自然ミイラ化した状態で発見された。空気に触れたためか徐々に腐敗が進行したので、防腐処理を施され、長勝寺に安置され、ミイラの学術的な調査も行われた。推定身長160センチメートル、体重48キログラム、 平成7年5月20日、津軽家寄りの養精で仮装にされ、再び埋葬された。なお、副葬品の絹浅の肩びら、筆、硯などは、長勝時に引き続き収蔵されている。ありがとうございます。